今日はこのジーオンのクロスですね。このクロスをちっちゃい方を使ってみてます。置いただけでもう吸水してますね。では、撮影が一人なのでボンネット拭いてみます。一拭きでこんな感じですね。すごい、これはすごい。こんな感じで一滴もないですね、しずくが。すごい。そしてちょっとボンネット終わったのでルーフです。ルーフに乗せてみてます。ちょっと後ろに引っ張ってみますね。えい、片手なのでよいしょ。すごいですね。ちょっと背が届かないので一吹きがこんな感じですが、でこのクロスなんですが、まだこの辺ですね、乾いてますね。まだまだ拭き取れそうですね。では次はこれではない大判の方行ってみます。で大判の方がこっちに回って、大きいですね。ちょっと広げてみます。はい、いや、フロントガラスもう半分ぐらい埋まりますね、これ。こんな感じでめちゃめちゃでかいです。ちょっとこれは絞るの大変そうなんですが、これも上にちょっと吊り上げていきます。よいしょ。片手で拭いたら、こんな感じで、えい。わかりますかね。綺麗に一度で拭き取れました。これはちょっと吸水性がすごくいいので、なかなか絞らずにいけるかもしれませんね。すごい、思ってた裏の生地がちょっと違うのですが、こちらですね、こちらがすごく吸収してくれます。ちょっと絞るの大変そうですが、まだまだ吸水できますね、この辺。これで全体を拭いていきます。頑張ります。イエイ。